長瀬産業株式会社は、大阪本社を大阪府大阪市西区に、東京本社を東京都中央区に置く、主に化成品、医薬品事業を中心とした複合商社。同じく大阪に本社を置いている伊藤中商事、半和工業、岩谷産業、稲畑産業、山善などと並ぶ、在販商社の一つである。 創業者の長瀬伝兵衛が1832年6月18日に京都、西陣で染料、澱粉などの取り扱いを行う林慶屋を創業した。その後1898年大阪に本社を移すと、以後は化成品卸業を専業に事業を展開する。現在でも医薬品や写真材料などの卸売事業を中心としており、自社内に研究所が存在する。 かつては、イーストマンコダックの日本総代理店としても知られる。一方、その他にも、ダウケミカル、ゼネラルエレクトリックなどの企業とも結びつきが深い、ことで知られる。また創業から今日まで、創業者一族による企業経営がなされている。2011年8月3日には、同年に経営破綻した、林原グループの再建スポンサーになり、2012年2月3日付で、 株式会社林原に対して100%増資を行って完全子会社とした。ありがとうございます。